七場大系古墳、七場大系古墳の、一七場大系古墳は、福岡県かすや郡締め町多富三丁目にある、古墳時代前期の円墳。国の史跡6月26日指定。福岡平野東端部、現在の締め町の南東端の丘陵上に位置する。多た川支流の海側の流域にあたり、川の海岸から約800メートル離れた場所にある、棚多谷池というため池に接している。 東古墳の約300メートル南東の海町高生寺には3世紀の前方後円墳である高生寺古墳がある。3段に築造された直径29メートル、高さ3.7メートルの円墳で、墳墓の周囲には幅3.5メートルの溝で囲まれ、被葬者は40から50歳代の壮年女性と推定されている。主体部は河原石小石積みの縦穴式石室で、長さは 1> 約1.8メートル。1973年、住宅地造成中に発見されたのを機に、発掘調査が実施され、とじ型石製品、刀、鏡、約3300点の玉などが出土した。1975年6月26日に、墳キ部の2361平方メートルが、厚生寺古墳と共に史跡に指定され、 1977年3月31日に公園として整備された。その後、古墳東側の耳誘地を1999年に発掘調査した際に就航が確認されたため、この部分を含む220.56平方メートルが2001年3月26日に追加指定を受けた。ありがとうございます。